わらきり抜刀斎です。とぎ、しです。こしら、A です。もうちょっと小屋で。こしら、A です。はい。こうっすよ。竹の子。竹の子みたいな。だんだんでも、こう、さっきよりはちょっと。ちょっと、あと10回ぐらいやれば、この辺に行きます。伸びてきますよ。はい、ということで、一つ気になったことというか、はい、これは、好みの問題かと思ってはいるんですけど、はいはい、意外と、まあ、模擬刀もそうなんですけれども、はい、大体購入するときって、はい、刃を選べる場合が結構あるじゃないですか。はい、はい、模擬刀ですよ、はい、まあ、本身もそうですけど、はい、大体2択なんですよ。確かに黒のロザヤか石目、はい、この2択が多分多いと思うんですよ、はい、その居合道とかやってても、はい、模擬刀買うときに、そうですね、石目かロン塗りどっちにしますか。そうですよね、まあ、色は黒で、はい、どっちがいいのっていう話。うん、あ、はい、うん、あ、別に好みでいいんだけど、そんなの、うん、でも例えば居合道始まったばっかりの人とかって、うん、どっち選べばいいのって分かんないじゃないですか。そうですね、ある程度やってる人だったら、ね、まあ、好みの問題にはなってくると思うんですけど、うん、はい、最初に選ぶときに何が違うのとか、うん、ね、どっちがいいの、うん、分かんないけど、あの、じゃあおすすめでみたいな感じになったりする場合もあるし、まあ、おそらくその分かんないで注文するっていう方もね、うん、いるんじゃないかと思って、はい、俺自身も最初やっぱ居合道始まったときに悩んだ口なので、うん、はい、なのでその辺をね、はい、まあ、わらきりオールスターズで、さっきなんかそれあチームわらきりだっけ、チームわらきり話できればと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。早速こしらえさんにこしらを用意していただいて、はい、こちらはどちらもあれですか、こしらえさんが作ったやつですか。そうですね、はい。あ、すご、手前が石目。はい、そうですね。まあ、ここ、まあ、ちょっと仮塗りなんで、ここが、まあ、ここはね、あの、縦しのの、はい、そうですね。感じになってますけど、これ多分以前の動画で出てますけど、はい。で、こっちが、炉塗りなんですけど、これ、色って、そうですね、これもちょっと変わり塗りになっちゃうんですけど、木漆かなんかですか。いや、これは、もともと収めるときは、ほとんど真っ黒なんですね。黒の炉色で、真っ黒、はい。でも、ところどころ赤をこう取り出してる、白を取り出してる塗りなんですけど、時間が経つと黒がだんだん漆って捨ててくるので、でその変化を楽しむっていう塗りなんですね。はあ、これ黒だったんですか。もともとは黒なんですよ。でところどころだけ赤く、たま、あのお茶碗とかでもたまにあると思うんですけど、ああいう感じでところどころネゴロ塗りとかで取り出してるんですけど、うん、それが時間が経つと黒が捨ててきて全体の赤がボワーッと出てくるんで、結構こう経過を楽しむ塗りとか長年を楽しめるんですよ、ね、これで何年ぐらい経った。これでも3年ぐらい。あ、3年でもこんなになっちゃうんですか。そうですね、はい、へえ、もう何十年も経ってこうなったのね。えそうなんですよ、うん、何十年も経つとかなりこう全体的に赤っぽい。あ、じゃあもうあとじゃあ10年後20年がもうちょっと赤が、もっと赤が増えてくる。へえ、すげえ面白い。今日はこの塗りの話ではないので、はいはい、まあ、本題にお色仕上げと一緒に、ね、そうですね、はい、こしらえさんはね、こしらえ作ってる、はい、張本人なので、はい、まあ、犯人みたいな。もう、ちょっと目線にピー入ったりするんですけど、こしらえの専門家ですんで、はい、はい、ちょっと最後にお話をね、伺えればと思うんですが、とぎしーさん的には、そのどっちが好みというか。炉の方が個人的には好きなんですよ。うん、ただ、炉、うん、は、こう稽古に使うと当たったりするじゃないですか、うんうん、当たるとロアなんか切ないことになるんですね。あのへこんでそう、ね、ガラスが割れたようになっちゃうんで、うん、稽古に使うときはできれば石目の方が、うん、あの特に気にしないで使えるかなっていうのは。ああ、なるほど。ただロの方が色のバリエーションがいろんなバリエーションできるんで、あ、楽しみはロの方がある気がしますね。ああ、なるほどね、はい、色が透けてきて、うん、そういうのを懸念を楽しむっていう、長く楽しめるっていう意味では、うん、炉の方が面白いのかなっていう。なるほど。ただ稽古に使うんであれば石目の方が無難な気がします。今色の話出ましたけど、はい、石目って
黒と、はい、朱っぽい石目、はい、お茶の石目もあります。そうですね、漆で言うと乾漆粉っていう漆を固めた粉っていうか、はい、ガラスの上に漆を塗って、で漆を砕いて、で番号にこうふるいの当てて、番号で細かいのと粗いのとかと分けるんですけど、逆に言うと漆の色の種類がある分石目もやろうと思えばできる。なるほど。じゃあ、その乾漆粉を、その同じ色の漆で作れば、はい。そうですね。黄色だったり、はいはい、青っぽいのも多分あると思いますね。はぁ、ですって。ただ変化はしないんですよね。要は巻いた時の緑だったらもう緑、ね。色がもうそのまんまってことですよね。あの、まあ、稽古で使うんだったら石目かなと、私は。うん。はい。思いますけど。まあ、俺も結構それ同意見で。はい。最初、居合始まった時って俺石目使ってたんですよ。やっぱ初心者には石目がおすすめって言われて、やっぱ同じ理由ですよね。例えば居合とかでやっぱぶつかる、まあぶつけはしないですけど、何かまあまあ例えばね、ちょっと当たっちゃったとか、そうそう、ありますよね。うん、あるじゃないですか。ありますあります。その時にやっぱり傷がまあつきにくいわけではないんですけど、目立たないっていうのかな。うん、そうですね。目立ちにくい。はい。うん。あと、ロイロだと、結構、指紋が。ああ、確かにそれもありますね。まあ、モヒトのロ塗りっていうのは、まあ、ロイロっていうのは別にあの、漆を使ってるわけじゃなくて、はい、普通の塗料をね、うん、使ったやつですけども、あれもやっぱ結構ツヤがあるので、はい、触るとやっぱ指紋結構つくんですよ。うん、目立ちますよね。あと夏とか稽古してると滑ったり、はい、あー、うん、あー、そのノートの時とかにこう、あー、滑りやすい。危ないですね。うん、まあそんなずるってまではいかないですけど、あの少しやっぱ滑りやすいから、石目の方がこうザラザラしてる分、うん、その滑りにくいっていう部分があるので、はい、やっぱり確かに稽古に使うんだったら石目の方が、うん、使いやすいし、初心者が扱いやすいし、安全かなと。私的にはね、はい、指紋がつきやすいのと、滑りやすいのと、はい、まあ、さっき言った傷がつきやすいっていうので、はい、まあ、稽古には、やっぱり、石目がいいとは思うんですけど、うん、はい、俺も個人的には、ロが好きなんですよ。うん。やっぱ、バリエーションも、あるし、うん。なんて言っても、こう、綺麗。そうね、見た目が、ね、見た目が綺麗。いや、まあ石目も綺麗ですけど、うん、変わり塗りとかっていう、そうそうそう、ジャンルとかだとやっぱり石目じゃなかなか難しいじゃないですか、うん、変わり塗りはね、はい、だけど結構いろんな変わり塗りのバリエーションもあるし、選択肢は広い気がしますね。そうですね、一概にこうロイロって言っても、はい、喋っちゃった、はい、専門家のご意見を。ロイロっていうと黒のロイロのイメージ。まあそうですね、大体似合いしかない黒が多い。でもこう僕なんかのこう分類としては、ロイロ仕上げをした塗りがロイロの分類になるんですよ。例えばロイロ仕上げをした塗りというのは、ロイロ仕上げっていうのはロイロ工程って言って、最後に艶上げって言ってこう艶をピカピカに出していく工程があるんですけど、それをやった塗りって結局分類的にはロイロの分類になる。最終仕上げに何を使うんですか？最終仕上げは、騎乗見漆っていう、はい、まあちょっと漆の中でも一番こう上等な漆なんですけど、はいはい、それをこう、すり込むんですよね。あ、はい、磨くわけじゃないですか、炉、はい、って。はい。あ、磨きます。あ、磨きます。磨くんですけど、まず、まあこう、研いである、最後の仕上げ取りで、研いで、炭粉とか研いだ後に、その、まあティッシュとか、すり紙に、その地上見漆っていうのをこう塗って、はい、でそれでこうティッシュをこう塗り込んでいくんですよ、すり込んで、はいはいはい、で余分な漆は全部ティッシュ取っちゃうと、うん、でそれで室っていうのに入れて、まあ、乾かす、はいはい、でそうすると漆が締まるんですよ。うーん、で表面が硬くなるんですよ、締まるってことは、はい、で硬くなるとそこでコンパウンドとかでこう磨くとツヤが上がる。うーん、なの でそれが終わったらまたこうすり込む、これを5日間ぐらい繰り返すんで、でどんどん硬くなってしまっていって、どんどんツヤが上がっていく。
例えば、まあ、漆もおそらく、はい、粒子だと思うんです、うん、あの最終的には、はいはいはい、でその粒子をこう詰めるっていうことなんですか、だと思うんですよね。その塗った面を、まあ、顕微鏡で見たらこうギザギザにへこんでるところをサラサラの漆で埋めていくっていう感覚だと思うんですよね。だからこれだけのツヤが出るんですね。表面だもんね、うん、ガラスだよね。これも結局黒のロイロじゃないんですけど、はい、分類的には作業分類としてはロイロと同じ作業になるんですよね。結局そのツヤは出ていくと、だから例えばナシジ、後ろにあるナシジなんかにしても結局あれもロイロ仕上げをするんで、あ、じゃあ、まあ、例えばこれもロザヤって言うんですか。まあロザヤとは言わないんですけど、作業の俺なんかのこの作業する分類っていうとロイロと同じ仕上げを、ロイロ磨き仕上げっていうのかな。あ、ロイロ磨き仕上げ、だから虫食いにしてもそうですけど、はい、基本的にそのロっていうのは、はい、このツヤが出てる状態の仕上げがロイロ仕上げっていうことでいいんですか。ちょっとわかんないですけど。ちゃんとしたそこはあれ、まあ、そのいろんな先生によって名前が違ってあれですけど、ただ作業する自分の感覚では結局ろうそくのろうじゃないですか、本当のろいろの感じが、うんうん、はい、ろうそく の, あの垂らしたよう な, うーん、質感、質感っていうか、まあ、とろーってしてるような感じに仕上げる工程を、例えばなし字とかもやるんで、うん、工程的にはロイロ系で、完成した際のこう、なし字とかもツヤツヤになるわけじゃないですか。だから表面がこう、ロザヤと一緒になると。うん、はい、で、ツヤツヤか、こういう締めのザラザラかっていう、だいぶすると2種類になるかなと。はい、で下の塗りがいろんな塗りでこう、代わり塗りで違っても、表面をロイロ仕上げでツヤツヤにしてれば、うん、まあ、特に居合の方なんかだと分類的にはロイロ系になるんで、まあ、ぶつけてしまうと、傷がつきやすい、うん、締め系はやっぱぶつけても強いとかっていう、その代別的にはロイロ系になるのかなっていう。じゃあ、はい、密度が、はいはい、締まってくるっていう、はいはい、まあ密度というか、はいはい、漆が締まってくるって話をされたじゃないですか、はいはい、逆に石目っていうのは、はい、締まってない。石目っていうのは逆に言うとカチカチの漆を結局先に塗ってた、うん、まあ、材料屋さんの話になるんですけど、うんうん、漆を塗って固めたのを砕いてるので、すでにこう固まった漆を撒くんですよね、粉を。あ、はいはい、なのでもうすでに硬いんですよね。ああ、なるほどね、はい、でそれをまあ撒いて終わりじゃないので、それを研いでまた、まあ、なんていうんですかね、これその上にその縁漆っていうのをやって表面をまたざっと磨いたりするんで、硬くはあると。うーん、で結局例えばこのロイロの上に巻いてる状態なので、そのように硬いデコボコがいっぱいついてるので、当たってもなんていうんですかね、中まで傷もちょっと入りにくかったり、表面コードは上がってるので。なるほど、強さ的には石目の方が強いっていうことは明らかに強いですよね。結局なんですか、この粉の厚み分カチカチの漆が乗っかってるんで。ああ、なるほど、はい、強くハモったね。いや、なるほどだよね。なるほどだね。昔の車なんかだと、一番下の方には、ボディの、ほんと、一番サイドステップの下の方には、シャシブラックのと一緒にこう、チッピングつかこう、こうザラザラのボール飛ばすって。はいはいはい。僕なんかも、その子供の頃ぐらいの子供って。はい。で、あれやっぱこう、羽石とかあっても強い。まあまあ、それと一緒と思えば。なるほどね。かといって、ボンネットにこういうことはしない。はいはい、はい、あ、ボンネットこっちで。こっちで。はい。で、下の方はこっちで。わかりやすい、それ。そういう感じ。それはすごくわかりやすいね。なるほど。車のそのね、石羽とかがある部分はこういう塗装で。で、っていう。ボディはこっちでみたいな。ですね。多分その昔の車で結構そういうのあったかなっていう。なるほど。それも納得だね。納得だね。納得も。スッキリってやつ。スッキリだね。なんかの番組に。じゃあやっぱり、稽古で使うんであれば、普段使いをするんであれば、石目で、うん、で、例えば、演舞とか、そういう審査とかの時は、炉の方が、もしかしたらいいかなって。まあでも審査とかは別に石目だろうろうが。まあ そこで点数がね、変わるわけではないだろうけど。どっちでもいいんだけど、その。見た目のね。あれなんです、その審査の話とかをしちゃうと、黒のろ過石目じゃないと、
その講談社の先生からね、生意気だっていう風に言われる流派もあるらしいです。へぇー、はい。あ、なるほど。いろいろあるんだ。サメさやなんて持ってのほうかなっていう。へぇー。ところもあるらしいですよ。知らんけど。知らんけど。知らんけどね。まあ、いろいろその世界はその世界に、ね、あるんだろうけど。そう。知らんけど、俺はサメさや使っちゃうけど。そんなの関係ねえだろ、ね。俺だって自分で作ってんだもん。そりゃそうだ。ただ、まあ、部分ザメは別に言われないんで、強度の問題、まあ強度の問題とか、あと例えばその結構濃い口を割る方が多いんですよ。その生体愛とかやってる方ってタイのさばきで刀を抜いたりするんだけど、切っ先三寸残しでさばかないと抜けないじゃないですか、刀身が鞘に残った状態でさばいちゃって、タイをね、バキッつって、ある程度その濃い口の部分の強化っていうのは、まあサメが一番ね今のところいいんじゃないかなって、まあ個人的にも思うし、まあ昔からあるね、サメ巻きの、あの部分巻きとかはやっぱり昔からあるし、まああとは富士鶴巻きとかもいるいるありますけど、これあんまり好きじゃないんですよ。富士鶴巻き。なんでかっていうと、あの、濃い口の持ち手が太くなるから。確かに太くなる。全然その感覚が、納刀の感覚が変わっちゃうんですよ。そのサメ皮って、ここ、要はある程度サメの高さ分削って、フラットにし、するじゃないですか。富士鶴ってこの上から巻くから、そうだね。その鶴の厚み分、太くなんですよね、鞘が。ここだけ。で、納刀するときに、こう、今までこれで収まってたのが、こうなるわけですよ。極端に言うとね。だから、全然感覚が変わっちゃうから、あんまり好きじゃない。なるほど。そう。本当は藤野も、新たな状態で作るんであれば、その分を見越して生地を薄く作らないといけないんで、そうすると、生地が本当にペラペラになるじゃないですか。だそれがまたそれで、強度とかあるのかっていう、また難しい問題があるんですよね。そうですね。そう、例えばよく水中の角なんかも入れて補強っていうんですけど、はい、角が2ミリ、まあ、もともと生地が3ミリだとしたら、水中の角が2ミリあると、木は1ミリになるわけじゃないですか。はい。すぐ木いなくなって、で、すぐ水中の角に当たったら角が上に浮かんでくるっていう。だ手は怪我しないけど、水中の角があるので、はい。鞘の持ち自体はいいのかっていうと、かなり、どうなんだろう。なるほど。一応難しいですよね。怪我しないためっていうんであれば、何かそこに入れるのとかってすごくいいんですけど、じゃあそれが長持ちするかっていうと、また別の話で。もうだって1ミリぐらいの薄い木の上に水牛の角を張って、それで強度は強くなるんですかっていうと微妙じゃないですか。ただ、まあ、刃が出てこないんで、手は切んないだろうっていうぐらいの。私もそのこしらえの修理とか頼まれることがまあまあまあたまにあって、あの濃い口はちゃんと水牛でちゃんとしてるんですけど、その刀のここがもう割れてて刀身が出るんですよ。ここね、刃側そんな割れちゃうんだ。割れる。だからあの例えばこう刀を抜くときにこう前に抜けばいいんだけど、多分抜きながらこっちに、そういう人いっぱいいる。抜くといっぱいいる。鞘にこっちのね、こう、手こで手こでいっちゃうんですよね。パリって割るじゃないですか。割る割る割る。それで割れてなんか削っちゃうんでしょうね、その割れ目から。でもう刀身見えてんの、危ない刃が。それで手切っちゃったみたいな人がいて、これ修理してほしいって言われたんだけど、このまんま削ってサメ巻くだけだったらすぐサメ穴が開いちゃうんですよ。サメもね、いくら強いとはいえ、強いとはいえ歯には勝てないから、だからまあ最初は大丈夫だとしても何年かしたら多分また刀身が出るから、あのそういう時はここ削って銅板巻くんですよ。銅板巻いて、まあ本当はね、鞘を作り直した方がいいんですけど、はい、
まあ、予算的にもね、はい、っていうのがあってちょっと修理をしてほしいって言われて、ここに銅板貼ってその上からサメを巻いてっていうのをやってました。なるほど、うん、同じ金属だからね、切れることはない。そうで、銅の場合やっぱ柔らかいので、まあ、そこまで当たったとしても歯にね負担がかかるわけでもない、あ、当てないに越したことなんですよ、それは。でもやっぱ安全のねためにはやっぱそういうことも、うん、した経緯はありますね、うんうん、本来はねやっぱ全部巻くのが、うん、まあ、サメとか富士通とかで巻いちゃうのがいいんですけどね、サメ全部巻くとやっぱり高価な腰材になっちゃうんで、うん、この金額的な問題がっていうのがあるので、見た目はこういうロヌリの方がなんか綺麗ですよね、うん、だってねこれ見ながら歯磨けるね、何その表現、まずかったね、ちょっとじゃあいいよ、歯磨いてみ、磨けるし、こう鏡代わりに、鏡代わりに歪んでるけど、なんで曲名だからさ、なんで歯がこう出っ歯みたいになっちゃうなるなるなるあれどこ磨いてんのじゃあダメだ、使えないね、ダメでしょ、ダメだね、まっすぐじゃないとダメだからね、そっか、ダメか、ちょっと失敗したんですねいつもこんなんなんすよ、いつも見てます画面の向こうから、画面の向こうからね、そうですよね、何がそうなの、何、今全然まとまってないですよ話が、いや、なんかうまくまとめようとしてますけど、なんか急にそうですよねって言われてもね思っちゃいますよね、確かにでも、京都で言えば昔見たのが、銅の銅線、銅線を巻いてるのがあって、それも、こういう力、それは現代じゃなくて、現代じゃなくて、古いやつで、銅線巻いてるやつがあって、こういう口から、個人の先の方まで、ずっと、一定間隔で銅線が巻かれてるんですよ。そういうのがあって、まあ、基本的にそういうのはどうなのかなって思ったことはありました。逆に、例えば、その、昔、江戸時代の人なんかを持って、はい。薩摩干しじゃないでしたっけ、薩摩とかですね、はい、反省しますいや、ちょうどここに傷があるんですよ、はい、すいません、もう一回石見の線を変えて作ってもらえますかっていう方も結構いるんでですよね、はい、研ぎ師って遊べないんですよ、だからこういう真面目な人が多いじゃないですか、研ぎ師は、やっぱり高評価、チャンネル登録よろしくお願いでござる。 Twitter、Instagram、その他いろいろやってますので、そちらの方も登録よろしくお願いでござる。